はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。さあ、今回から4大大会編ですね。やっていきましょう。はい、そして能力の方ですけど、こんな感じで、前回ね、 S ランクの公式戦を1回やり直して現在となっています。まあちょっとね、使い込みの方をしてやってきたという感じですね。はい、で他も変わりなく新技もないんで、今回覚えてからいきましょう。で今回の修行はパパス雪山ですね。はい、またビッグハンドとの再戦もあるかな。よし、やっていこう。結構ね、回避も上がってくれると思うんで、8でスキルゲットと、であとも能力上がってくれれば、78上がってくれたら嬉しいな。お、9も上がった。この感じだったら回避もレベル20までいきそうかな。はい、お、10も上がる。まだ結構寿命残ってんのかな。でクマですね、クマ。はい、これはまあ飛ばしていって、さあ、そしてお、これはカムイかな。カムイ久しぶりに来たかも。いや、本当に来んのかい本当に来んのかい。別のやつじゃないんかい。ということでカムイ行きましたね。おお、かっこいいな。この角がかっこいいですよね。そして目からなんか妖気みたいなものがほとばしていますけど、いや、妖怪軍団に入ってほしいな、こいつも入らないかな。まさにふさわしいんだよな。まあこいつもふさわしいですけどね、猫息子こいつもなかなか言えないよ、こういうモンスター。お、体当たりかな。さあ、戦い自体は楽勝なはず。おっと、8 さあ、そして逆襲はなんか雷撃かな。結構食らいましたね。34。お、これ新技じゃない新技をネタバレしてない、ちょっと軽くネタバレした気がするな。完全にネタバレしてる、こいつ完全ネタバレしてんな。おお、それで根性でかわして、もうここで新技使っていくスタイルね。結構なんか苦戦してるというか、粘られてるけど、あ、ようやくね、ペッターンで可愛らしく、はい、仕留めましたと。よし、じゃあ帰って回復していきますか。はい、ということで回復していきましょう。まずはビタミンもどきですね。ん何の反応もなく、で次は大会出るんで、オイルオイルを上げて、で休養してまたオイルで OK ですね。よし、そして休養で技も見ていきましょうか。よし、で元気だよから、これでね、大会出ても大丈夫と。で今回覚えた技の方がちょっとね、あれ自体は見えたんですけど、はい、これですね、ゴッチンの上位技、ゴッチャン、力タイプのクリティカル技、消費カット25でダメージ C、 命中 B、 ガツダウン D でクリティカル A と。あ、めちゃめちゃ強いな。めちゃめちゃ強くないこれこの消費ガッツで絶対こっちの方が強いよな絶対こっちの方が強いと思うんだけど、はい、じゃあこれ使っていきましょうか。そんなことないっていうことかな、これまず M1 グランプリから。さあ、まあさっきもねちょっと見えたんですけど、いや普通に強いな。相当ハイスペックだと思う。よし、じゃあここはぐるぐるグーもちょっと使い込みながらやっていきたいなと思います。さあ、どうだろう。アスタウンドね。まずはドルガダニから決めていきますか。こいつの場合根性もあるしな、結構使い込めるかも。能力ではもう負けてるとこないですね。相当強い猫息子。これか、ごっちゃんか。引っ掛けかわして、ごっちんがこれすげえなんか積極的に打ってくんな。よし、ごっちゃんとボンと顔がでかくなるってね、すげえ鍛え方だな。
で、ぐるぐるぐる。これも使いつつ、ここに当てつつ。で、おお、光来たか。かわして、ぐるぐるぐるね。よし。また当てるとこが悪いな。そりゃクリティカルよ。あそこ殴ったらクリティカルよ。よし、まず1体目撃破。うん、次ルージュか。なんか最近あんまりルージュにいい記憶がないんだけど、気のせいかな。よし、はい、ルージュ。うん、こいつも負けてるとこないですね。アスタウンド、まあ丈夫さ次第だけど、全て上回ってるかもな。じゃとりあえず一発これいっか。ちょっとガッツ貯めてのごっちゃんも見たいんだよな。一発花粉ね、当たるか。こっからガッツ99枚貯まるかな。 81% ドレインとかだったら全然いいんだけど、うわ花粉打ってくんな。まあ、普通当たらないんですけどね、 20% なんで。よし、溜まってきてるよ。99は花粉バック打ってくる。すげえ狙い撃ちされてんな。87%。ドレインにしてくれないかな。あっつっか、しっかり溜まってきてる。90ぐらいかな。99枚溜めるとちょっと最後はわちゃわちゃしそう。ドレイン飽きたな。そしてこれ当たらず。さてさて、どれぐらい出る。クリティカれば結構出ちゃうのかも。おっちゃんでかくなって。あれ今いくつ出た。顔ばっか見ててダメージ見てやがったんだけど、結構出てたんじゃないかな。ということで、うん、これ強いですね。命中率も普通にいいもんな。さあ、そして2連敗中のアスタウンド。お、戦ってきたか。はい、アスタウンド。あ、若干やっぱこいつに丈夫さ負けてるか。やるな。まあ、普通のモンスターだったらね、アスタウンドって相当恐ろしいモンスターだと思うんですけど、まあこの場合はもうザコと。クソザコですからね。え、ニャンニャンニャンは 99% で、おっちゃんも、あ、98%か。なるほど。かわして、最後にこっちに決めますか。ごっちゃんか。翔だ。かわして、よし。あれ耐えてきた。ごっちゃんと、OK。はい。かなり使える技っていうことが分かりましたね。よし。いい技覚えたな。はいはいはい。そして、軽く優勝ですね。そしてね、ちょっと後半戦は、あの映画の話も交えながら、ちょっと、こういうね、ゲーム映画の話していきたいなと思います。で、あと能力も見るか。何が成長するかな。はい、初見。こっからは稼いでもらわないと。で、人気も次で100になるかな。はい、そして能力ですと。あー、なんかあんまりいい感じではないんだけど、上がった能力はいいかな。はい、じゃあ魚の骨あげて後半戦いきたいなと思います。はい、そして続いてはウィナーズハイですね。やっていきます。ここはね、もう本当にぐるぐるぐるの使い込みするだけでやっていきたいなと。さあ、そしてこんな感じのラインナップですね。はい、戦っていきましょう。はい、そして映画の話ですね。はい。ね、最近公開されたあの、ドラゴンクエストの映画。あれね、僕本当に久しぶりというか、初めてかもしれない。ドラゴンクエストで大爆笑しましたね。で、映画自体は僕見てないんですよ。ちょっとね、忙しくて。見れないんで。で、何で笑ったのかというと、ツイッターですよね。ツイッターで流れてくるあの、見た人の感想みたいな。だってね、もう大喜利状態になってるじゃないですか。それ見てね、あの最初にもうワクワクでね、映画館に入っていって、出てくるときは鬼の形相みたいな。あれ見てね、めちゃめちゃ面白かったですね。普通ね、あの5かな、5を元にしてるんでね、ビアンカとあのフローラどっちと結婚するのかなみたいな話題になるかと思いきや、もうね、この映画だけは見るなみたいな。ああいうね、ツイッターの感想見てね、めちゃめちゃ爆笑したっていう
いやでもどうなんだよねえ、難しいですよね。あ、てか負けそうじゃない負けそうじゃないっていう、ちょっと待てよ、負けそうだからこれでいけるかな普通に負けるって。え、なんで負けたんだろう。ドラクエの話してたからかな、映画をディスるなと。いや、ディスってないですからね、面白かったっていう話ですからね、今僕がしてんのいやね、僕的にはね、なんだろう、ドラクエで映画にするんだったら、あの漫画であったあの大の大冒険ってあるじゃないですか、あれとかね映画にしてほしかったなって。で、どういうのを映画にするかっていうと、あのね、漫画の終わった後ね、結構ね漫画がいいところで終わるというか、主人公がね行方不明になって終わるんですけど、うん、その後みたいなやつを映画にしてほしかったなって思ったんですよ、ドラクエだったら。でも今だったら難しいのかな。いやでも結構ね、おじさんとかねお兄さんって言うべきかな、がね、大の大冒険ファン多いと思うんで見に行くと思うんだけどな。それはもうさすがにないかな。うん、あと実写とかでも見たいですよね。6あたり実写にしてくれないかな、ドラクエの。ハッサンとかのね、見たいな。ハッサンね。あと、こういうゲームを原作にした映画って、どういうのがあるんだろうと思って、ウィキで見たんですよ。そしたらね、あの、スーパーマリオが実写化されたっていう映画がね、1990年代にあって、で、ちょっとヤフー映画で調べてみたんですよ。そしたらね、スーパーマリオ魔界の帝国の女神みたいなこれはかなり、もう絶対失敗してるだろうなっていう映画が出てきましてですね、で、その映画のなんかめっちゃ外れるな点数見たんですよ、ヤフー映画の。そしたらもう 3.3 ぐらいあって、で、ドラクエのその今の映画が多分ちょっと今わからないですけど、そのこの動画が出た時の点数は2点台後半だったんですよ。だからまさかの勝ってるってねスーパーマリオの実写の方が点数高いっていう、そこら辺もねめちゃめちゃ面白かったですね。なんかそのなんだろう、ポスターみたいなやつ見る限りだと、いや、このマリオとルイジが出てきてるんですよ。いや、こいつらでなんかマリオやるよりかはもうライト兄弟みたいなやつやった方が良くないみたいなそういう配役のね映画ですね、これ。なんかクッパか知らないんですけど、なんだろう、なんかね、スターウォーズのあの悪の帝国の親玉のやつみたいなやつが多分クッパなのかな。すげえ気になる映画だと思って、あれ同成績になったまさかのルージュとの再戦。いやー、結構やっぱゲームからね実写とかアニメとかになったら面白いの出てきますね。やっぱ実写が面白いかなこのスーパーマリオの、ね、映画すごいですよ、これ多分今やったらめちゃめちゃ話題になるんだろうけどな。でもそれに負けてますからね、今のドラクエ映画。いや、頑張ってほしいな。もう今更あれだけ評価されたら覆らないんだろうけど、いや僕ね本当にめちゃめちゃ笑ったんでね、また次回期待しますよ。ドラクエスクエにね頑張ってほしいな、今回の評価にめげず。よし、そしてぐるぐる今回やたら外れてない？ 80% ぐらいがもうガンガン外れるっていうなんだこれ。これもドラクエ効果かな。ドラクエがこれだけ叩かれてるから外れるってことかな、ショックでよくわからないけど、花粉ね。よし、最後はしっかり戦って、よし、勝ちましたよと。これでまあ使い込み的には最高でしたね。よし、ありがとうドラクエ。なんか思わぬ展開でいい結果が出たっていう。はい、優勝しました。さてさて、もう使い込み十分って感じかな。そして人気も100になるかな。ちょっといっぱいしちゃったんでね、人気面がちょっと怪しいんですけど、 KO してるから大丈夫かな。あ、100いきましたね。はい、そして能力、はいはいはい、力命中か、力命中賢さ、まずまずかな。で、魚の骨も与えて、食べてんのかな魚骨、ね、カルシウム不足ってことかな。はい、ということで、今回はね4大大会の前半戦戦ってみました。
はい、能力もねちゃんと大会で成長していい感じになりつつありますね。力命中回避はレベルマックスまでいきそうかな。で今回の新技ごっちゃん、これ強いですよね。やっぱりクリティカル A なんでダメージ期待値も言って B ぐらいあると思うし、そう考えたらね消費ガッツ25で、うん、命中 B だしガッツダウンもついてくるし、かなり今のところ一番強い技じゃないかな。それぐらいコスパがいい。うん、これはね本当に今後もめちゃめちゃ使えそうですよね。はい、そしてね、次回もまた新技覚えて、次回はまたゲームの話でもしようかな。はい、ということでまた次回の方もねお楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。